1.4番、旭化学555オタムタミヤ、ドライバー徳永オタム選手、コードライバーは平田久子選手。35モータースポーツの応援をどうぞよろしくお願いしますとコメントが書かれております。開幕戦は2位でした。第1戦残念ながら痛いということになってしまいましたけれども、旭化学555オタムホストリーファミア、ドライバー福永オタム選手、コードライバー平田久子選手、それでは優勝を目指して頑張っていってらっしゃい。5、4、3、2、1、スタート。左4から左7インキー、そこレイト、右5アウトから4スクエア、そこ左7から6インキー、これ4スクエア、そこ左7から6インキー、そこ右3オープン、そこ左5ロングベリーオープン、左5ロングベリーオープン、すぐ右6プラスショートショートインキー、そこ左4スクエア、そこ右6、から帰ってすぐっていうこともあって、まあ、ちょっと前半なんか本当にね、あの SNS の時差ボケとか言っちゃってるけど、まあまあそれぐらいなんかね、ちょっとタイヤのマネージメントも、思ってるよりも路面が乾いてたり、なんかこう思ってるよりもちょっと違った、うん、そういう車の動きで、まあ、前半ちょっとこうだいぶ開けられた感があってね、まあ、後半でもだいぶ盛り返してきたんでね、まあ、最後正直またね、パンクしちゃったんだけど、まあ、5キロ、まあ、3分の1の時点でね5秒ぐらい返してたから、まあ、最後もしかしたら届いたかなっていうような差やったんですけど、まあ、またね、とにかく次につながる、結果、まあ、今度の単語は本当にタイヤマネジメントしっかりして、まあ、ちょっとね
平均もいるけども、なんとかね、また上位で平均やで、いやいや頑張ります、頑張ります、はい、ということで、はい、以上久間高原でした、久間高原でした、はい、じゃあ久間高原からお送りしました、あ、そうか、久間高原からお送りしました、はい、ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。